皆さんこんにちは、しゅんです。本日は1ミリも知らずにウルトラマンの必殺技を予想してみたという動画なんですけれども、本日この動画スペシャルなゲストをお呼びしております。はい、目隠しポケモンで一度僕の動画 で出演したと思うんですけれども、 R ちゃんです。お久しぶりです。 R です。はい、本日はよろしくお願いします。お願いします。 R ちゃんはウルトラマンのこと詳しいの？私はそうですね、ちっちゃい頃からもうずっとウルトラマンをもうあので遊んでましたし、ずっと見てたので、うん、そうですね、まあ10代の半ばぐらいまでは結構真剣に追ってました。いろいろ追ってた。はい、じゃあもうウルトラマン博士。いやー、まあそうですね、なんか友人の間ではそうなるかもしれないですね。そう、我々の中ではちょっとそうです、ね、あるちゃんはそういう扱いなんだよね。そうですね。うん、いつもなんかこういう1ミリも知らない動画撮るときって、いわゆる答え合わせをしてくれる人がいなかったのね。本日はその答え合わせをちょっと担当していただこうかと。そうですね、なんかまあ私なりにちょっとリードとかもできたらなって思います。もうもちろん当然答えを出さない程度にちょっとこうアドバイスとかできたらなって思います。ね、ああ、なるほど。本日はよろしく。はい、お願いします。じゃあ早速やっていくかい。はい、じゃあまずは誰を紹介してくれるんだい？これはもうはいはいはい、もうド定番から入っちゃいますか。ド定番。ド定番。はいはい、じゃあまあ第1号、初代ウルトラマン。初代ウルトラマン。初代ウルトラマンから。あのね、俺記憶の片隅片隅ぐらいになんかあるんだよ。確かなんか地球を守る防衛軍の人がウルトラマンになっちゃったみたいな。ああ、なるほどなるほど。まあでもどの作品も基本的にそういう感じになっていきますね。そうなんだ。でもそうね、見た目はね、まあ、ウルトラマンといえば白と赤の全身タイツ で頭にブーメランぶっ刺さってるみたいな。ブーメラン、はいはい、そう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 、まあ、いわゆる例えばなんか池袋のあのサンシャインシティの前にでっかいのいるじゃん、一体ウルトラマン。いわゆる1号ってあいつ？ごめんなさい、僕サンシャインシティにしばらく行ってないんで行ってないのか。そうか、認識がずれた。そうそう、だけどおおむね合ってる。まあでもそうですね、映画もまだ公開予定ですが、一応まあ予定はされてるので、もしかしたらそれのためのプロモーションかもしれないですね。いわゆる1号が部屋だよね。そうだね。でも部屋っていう声自体が、うん、なんだろうね、多分我々の普通に喋ってる言葉みたいなもんだと思うから、まあ別にそれで会話してるとかじゃなくて、一応このどのウルトラマンもそういう声とかは出すから。ああ、そうそう、彼に限らずウルトラ星みたいなのがなんか確かあって、あ、はいはい、その星の言語なのかな。あ、まあ、まあ言語っていうのもあれかもしれないけど、本当まあまあ、ジャッキーちゃんのアチョウ的な。そうそうそう、なるほどね。そんな感じかな、本当に。いわゆるこう体の前に腕で十字作ってビームみたいな。ああ、はいはいはい、あれ1号。あれがまさに1号です。おお、合ってた。1号ですが、同じようなまあ形で必殺技を打つっていうヒーローも何名かいます。何人かいます。ウルトラマンの中でも。ウルトラマンの中でも同じような感じで、なんかポケモンの冷凍ビームみたいな出すやつ。ああ、そう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 。第三世代の冷凍ビームみたいな。ああ、まあまあ、でもまあ光線。光線じゃないかな。何、なんか必殺技も名前あったよね。あります。1号の。あるあるある。確かアイスラッガーみたいなのは後からなんだよ。おお、よく知ってるね。なんかそう、なんか俺の薄い知識の中ではそんな感じ。なんだっけ。アイビームはセーラームーンでしょ。ああ、それは知らないな。それは知らないか。なんだっけ名前。なんとかビームは合ってる。ビーム、ビームではないかもしれない。ビームではないんだ。ビームではなく、ちょっとヒント。ビームを日本語に変えてみてください。光線。あ、そうそうそう。なんとか光線。やっぱり昭和なんで、昭和だからなんちゃらビームとかそういうキラキラした名前ではないとは思う。なるほどな。そう、
一応この初代ウルトラマンが放送されてたのは1966年じゃあなんです。まあ66年そう66年だから結構不吉な年だ66ってまあどうでもいいんだけど、じゃあ昭和だからすごい無難な名前だと思うんだ。あウルトラ光線。あなるほど。正解はどうだよ。スペシウム光線。ああスペシウム聞いたことあるかもしれない。めっちゃ聞いたことある。ねえそう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 。そうか。確かね、なんかウルトラアタックビームみたいなそういう光線技もね持ってるんですよ。あだからまあウルトラ光線っていうのもまああの間違いではないのかなみたいな。でもメインの必殺技ではない。メインの必殺技ではない。なるほど。そうなんですよ。あ初代の写真見よっか。初代の写真。写真。こちら。まさにああもういわゆるウルトラマン。そう。で本当に宇宙怪獣ベムラを追って地球に落とす。あ40メートルもあんの？そう。20いくつみたいな。あははは。イメージあるよね。そっかこんなでかいんだ。そうなんですよ。1966年。まさに光の国 M78 ウルトラの星ってあるんですね。これこれこれスペシウム光線ちょっと冷凍ビームそうだよね冷凍ビームそうそうそう第三世代のスペシウムで言葉も聞くの初めてじゃないと思うんだよね。そうスペシウムそれなりにねどっかで聞くよねやっぱどっかでね男の子でもし特撮とかある程度触れてきた子であればむしろ俺がスペシウム出さなかったことになんでやって多分思ってる人いるでしょう聞いてる人で初代でこんなに時間かかっちゃっていいのかっていうぐらいとってまあまあまあ次行きましょう。じゃあ次はじゃあ、続きウルトラマンコスモスいきます。コスモス聞いたことはあるな。コスモス聞いたことあると思う。多分私が3歳ぐらいの時に放送されてたのかな。でリアルタイムで見てたんだよねそれも。はあ、じゃあ2000年代初期の初期ぐらい。初期の初期本当に2000年、2001年とか。なんか名前もおしゃれになってるよね。そうそうそう。コスモスって花の名前。そう。やっぱ地球を守らなきゃいけないから、このなんか小さい花のなんかこの大切さみたいな。うん。なんか命守らなきゃみたいな感じがしますね。ですね。まあ全身タイツなんだろうけど、見た目はね。うん。コスモスっていうぐらいだからなんか赤と白じゃないんじゃないかなってちょっと思ってきて、例えばなんか。白と紫みたいな。ああなるほど。でもそうだね。あ合ってる。うん。じゃあちょっと早速見た目だけ見してよ。まあこれがまあこの時代になるとフォルムチェンジっていう、まあ、概念がやっぱ出てくるので、お何種類かちょっと見た目があるんですけど、一番このまあ、スタンダード一番最初に出てくるのがこちらの、ウルトラマンコスモスのルナモード。青。そうなんですよ。ブルーなんだ。ブルーのちょっとこう優しさと強さを兼ね備えた感じの。確かにコスモスってなんかね、なんか優しい目、フェミニンな感じが。そうそうそう。そもそも別名慈愛の勇者みたいな感じだから、なんかコスモスの花言葉とかありそう。慈愛とか。そうそうそう。なんか怪獣を殺すっていうより、なんだろう、回復させるとか、ちょっと取り付いた悪いウイルスを取り除いてあげるみたいな。プリキュア的なっていう感じだね。そうそう、なんかもう敵イコール殺す必要があるだけじゃなくて、そう直してあげるっていう感じで、っていう倒し方もありました。それ面白そうだね。なんかはっきり善と悪に分かれてるよりも、なんかそういうテーマの方がよりなんか正義と悪の哲学的なこととか、うん、面白い展開ありそうですね。ね、悪の中にもやっぱね、善っていうのがあるんだよっていうことが。なるほど。わかる作品なのではないかな。めちゃくちゃ面白そうじゃんって思いますね。で必殺技もあるんでしょ。必殺技もあります。これはまあ脳をちょっと2001年ぐらいの古臭い感じではなく、ちょっとこう平成真っ只中でポップな感じになってるんで。ポップな感じ。ポップな感じ。ビームではない。ビームではない。ビームではない。ポップ。ポップ。アイスラッガーとかブーメラン。多分ねこれ絶対に出てこないなって。あ、じゃあ相手を癒すってことはなんかちょっと癒します。ただこの言葉はま出てこないと思う。なんかそもそも英語かどうかが怪しい。ああなるほどね。そうシュバルグランみたいな。いやそこまで複雑ではないけど。複雑。そうか、グランアレグリア的な感じではない。ではない。
ただ先ほど伝えた通り、うん、そのコスモスってフォルムチェンジするんですけど、これがまあ第一の姿、はい、一番最初に出てくるスタンダードの姿で、うん、その姿の名前がルナモードって言うんですよ。なるほど。そこにちょっとヒントが隠れてるかなって。ルナといえば月だ。お月様ですね。だから月の光みたいな。あ、いいところだよね。なんか最初ちょっとなんか相手癒すってイメージだから、なんかこうボクシングのクリンチみたいに相手に抱きついて癒すみたいな、グーみたいな力込めるみたいなと思ってたんだけど、多分違うよね。そうだね。光線ではないということは、でしかも光でしょ。光、光、癒しの波動みたいな、癒しの波動みたいなキュア、キュア的な言葉、ムーンキュアみたいな、まあ遠くはないのかなって。ただこのまあ なんとかムーンなんとかなんですよ。あ、なんとかムーンなんとか、なんとかムーンなんとかで、多分キュアじゃないな今の反応だと。そうなんだ。あの出てこない絶対これは。今ちょっと目に入ったから言うけど、じゃあエンゼルキュアライト。ちょっとそれはプリキュア寄りすぎた。プリキュア寄りすぎた俺の趣味が出すぎた。あくまでヒーロー、まあそのね、男の子をターゲットとしたヒーローでは。じゃあ、例えば正義、ジャスティスムーン。なるほど。あの後でね、またまさにこの作品にウルトラマンジャスティスっていう別のウルトラマンが出てくるんですよ。今ややこしくしちゃった俺。ややこしくしちゃった、ね、ちょっと。じゃあ正解教えてよ。正解はフルムーンレクトです。レクト、レクトなんか出てこない。そもそも英語かどうかわからない。レクトってもう立ち上げるみたいな、そう言葉だよね。レクタムとかそういう、そういうことがパッて出て、お尻。ああ、なるほどなるほど。レクタム、なるほどなるほど。科学用語、科学用語、科学用語っていうか医学用語、ね、そうそうそう。フルムーンレクムーンはねやっぱ合ってました。それ教えてくれたから。何、そう、何、ちなみにあの第2の姿が赤く光ってコロナモードっていうんですよ、うん、おお、あぶねえ。ちょっとね今の情勢に合わない。バイキンばらまきそう、ね、そう。レクト、レクト、なんか俺のなんか戦隊ものとかなんかプリキュアとかなんかそういったボキャブラリーをぶち抜いて考えていかないと。そうなんですよね。やっぱ2000年代はそれなりにねワードチョイスも増えてるんじゃないかなって。カタカナが圧倒的に出てくるなって。じゃあカタカナ中心で考えよう。カタカナ中心になりますね2000年代、特にこの初期は。次、なんかまた面白いのあればね。先ほどの流れで、流れでジャスティスいっちゃいますか。ジャスティスいこうか。ジャスティス、ジャスティスはあくまでマイナーウルトラマンなんですよ。一応コスモスっていう作品の、映画劇場版2作品に出てきたウルトラマンなんです。なので一応あの本作、まあ、65話分には一切登場しないキャラクターなんです。なるほどなるほど。サイドキャラクターで、サイドキャラクター、本当にあのあくまで主役はコスモス。主役はコスモス。ジャスティスはコスモスより強いのと、うん、同じぐらいかちょっと強いぐらいかもしれない。だいたいそういうサイドキャラクターって主人公よりちょっと強かったり、ちょっと強いんだよね、するんだよね。わかるわかる。そうなんだよ。じゃあ必殺技当ててみようか。劇場版3作目、まあ、あと、うんうんうん、があるんですけど、ウルトラマンコスモス VS ウルトラマンジャスティスザ・ファイナルバトルっていう、うんうんうん、映画なんですけど、そこであのちょっとまあ戦うっていう感じになるんですけど、ライバルとして出てくるんだ。ライバル、まあ、まあそこはちょっといろいろとまた話せば長くなるんで、またあのいろいろと感じで読んでいただければと思いますが、あ、OK、 まあいろいろちょっとこうね、あの考えが合わなくて衝突しちゃう時があるんですけれども、まあ、そこで戦うんですよ人間誰しもそういう時あるさ。そうなんだよねっていう反応になっちゃう必殺技予想していこうか。あるの必殺技。必殺技あります。じゃあちょっとR ちゃんがいろいろ準備してる間に予想してみようか。ジャスティス、コスモスっていうあれだよね、白と黒はっきりしないぜっていうのと、あのジャスティスっていう白と黒はっきりするような、なんかこの哲学の違いみたいな。で、癒すだったじゃんコスモスの必殺技は、うんうん、だからジャスティスはある意味ちょっと破壊みたいな、ああはいはい、のがテーマなんじゃないかと予想します。なるほど。拳、ジャスティスフィストみたいな。
ああ、これもね、実は光線なんです。あ、光線やっぱ。光線で、でもその破壊のとこなんだけど、うん、いいとこついてて、ジャスティスも、まあ、フォルムチェンジします。はいはい。で、その、彼の、まあ、彼、彼女、どっちか分かんないんだけど、そうなんだよ。ジェンダーレス。ジェンダーレスなんだけど、の、一応第二形態がクラッシャーモードって言うんですよ。ああ、やっぱり。そうなんです。じゃあ、必殺技にクラッシャー入ってる。はどうなんですか、ね、ああそうなのか。一応あのクラッシャーモードとスタンダーモードであのまあ2種類の必殺技を持ってる、まあ、それぞれの必殺技を持ってるから、そうだね、とりあえずはどうしましょう。あのあ、じゃあクラッシュ、せっかくだからクラッシャーモードを当てようか。クラッシャーモードの方当てる。いいよ。じゃあジャスティスディストラクション。おほう、それはもうヒーローなのか。ああやっぱダメ。いや一応ヒーローなんだね。ヒーローではある。ヒーローではあるけど、なんだろうね、これはもう必殺技、これもまあ絶対出ないから、もうちょっと感覚で。あ、じゃあジャスティス強そうな音。音なんだろうね、強そうな。ジャスティスブームブーム。あ、それはヒカキンめちゃくちゃダサいですね。ダサいか。でもちょっと正解教えてよ。あ、はい、もうジャスティス関係なく。あ、関係ねえんだ。関係ない。ダグリウム光線。ダグリウム光線。そう、全く違いましたね。ダグリウム光線。ダグリウム光線、まあこれはクラッシャーモードの必殺技です。あ、じゃあ通常モードの必殺技。通常のスタンダードモードがあれですね、ビクトリウム光線。ビクトリウム光線。そうなん、ジャスティスとビクトリーみたいな。ああ、やっぱ正義は必ず勝つ的な。そうなのよ。なるほどな。コスモスの優しさよりもちょっとこう押しつけかましい正義みたいな、まあっていうところもあるのかなって。物理的に強いみたいな。なるほどな。こちらジャスティスの画像です。こんな感じです。スタンダードモードはこんな感じです。コスモスと色はやっぱ対照的なんだね。そうなんだよ。スタンダードの携帯の色は違うよね、やっぱり。あ、でもこっちの方はなんとなくあの従来のウルトラマンを踏襲した感じの 色合いだよね。なんかあのすごい個人的な意見だけど、うんうんうん、なんかレスラーみたいだなって。あ、だからジャスティスみたいな。わからないけど、ちょっとそういうなんかレスラー感あるな。インスピレーションはあるんじゃないかもね。クラッシャーモードってもうそもそもね、そうだよね、クラッシャーとかって上から潰すみたいなね。え、まあ、ちょっとこいつの方が背低いんだ、1メートル。そう、その1メートル気にしてそう。で、一応あの映画3作目に初めて、まあ、誰がそのジャスティスに変身するかっていうのが分かるんですけど、それがなんと女性なんですよ、うん。だからさっきそうジェンダーレス、女性なんです。女性なんですけど、2作目を見るともう明らかこのもう男性的な強さがもうあったから、うん、じゃあ絶対変身するのは男なんだろうなと思いきや実は女性だったっていう。ウルトラマンって女性もなるんだ。女性も初めて知った。ある程度いますね。マジか。遡ればウルトラの母とかもう、ああ聞いたことある、聞いたことある。そうそうそう、いるし、太郎とかね。太郎もまさに太郎が、ウルトラの父と母の息子だから。確かウルトラの母と父と太郎ってなんか年齢差えぐいみたいな。ああ、何万歳とか。何万歳とかあった。だいたいね、この人たち何万歳とか、うん、もうウルトラマンティガって作品に関してはもう3000万年前の巨人とかだから、もうとんでもないよね。ティガって名前だからもう本当に恐竜時代みたいな。いやー、それもちょっとよくわからないんだよね。そうなんだ。そう、次紹介したいのが、うん、ちょっとニッチなとこ行ってみる。あ、ニッチなのいいじゃん。ニッチなところ、やっぱ見てる人はニッチなの見たいよ。ニッチなところ行くと、うん、ウルトラマンパワード。パワード、パワード、これは何年の作品だい。これは1993年です。3年、我々がまだ生まれてもいない。生まれてもいないのに知ってるのに。まあでもあの初代も90、まあ66年、まあでもすごいね。いやこの彼はね結構本当にニッチです。パワードは、パワードはニッチなんだ。パワードの概要をちょっと説明させていただきますと、あ、どうぞどうぞ。こちらハリウッドで制作されたウルトラマンなんですよ。ハリウッドで制作されたウルトラマンで、まあアメリカ向けに作られた作品で、まあ、CG とかも結構
ね、当時からアメリカの方がやっぱり CG 技術があったので CG をバン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 使ってるような作品で、なんとこのウルトラマンパワードに変身するのが、今も日本の芸能界で活躍されているケイン小杉さんなんですよ。ケイン小ケ杉イン小さん。杉さん、センチュリー21の、ご存知ですか、あの CM、してる。あの CM ですごい好きなやつが、超有名だから。21 is a magical number っていうやそう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 。つがあるんだけど、そうそう、あのケイン小杉が変身します、パワードに。ああ、じゃあ。もう元は全て英語で作られてるんで、まあ、日本語で見れるのはもう吹き替えか字幕ああ。付きだけなんですよ。そりゃニッチだわ。そうなんです知っよ。てる人も少ないかもね。そうだね。実際に見たことあるって人はあんまりいないのかもしれない。じゃあ見た目も多分アメリカナイズされてると思うんアメだ。リカナイズされてる。はい。全身タイツは多分変わってないんだけど、なんかちょっとね、アメリカ受けするように、ちょっと見た目が派手になってんじゃないかと。ああ。例えばもう、肩からトゲ生やしちゃってるみたいな。おお、それはもう、だいぶ悪役チックですね。悪役チック。悪役チックだね、それは。そうか、アバレンジャーとか生えてたイメージあるけど。アバレンジャー、確かそうだったね。まあ、彼らは恐竜だから。怒ると生えるやつ。ね。恐竜だからっていう理屈もちょっとおかしいけどね。確かに。まあいいや、ごめんね。とりあえ話ず脱見線てしみた。る。とりあえず見た目見てみようか。こちらになります。変わんないね。ちょっとマッチョになったって感じ？あと、一番印象的なのが目の色なんです。目の色。青くなってる。他のウルトラマンでこの色はないのかい？ない。いや、最近のやつでいるんですけど、僕はそのウルトラマンがあんまわからないのああ、で、なちょっるとほど申しね。訳ないです。ニュージェネ世代のウルトラマンはちょっと私、あんま追ってなかったんで、申し訳ないですけど、ああ、なるほど、なるほどね。そうなんですよ。で、カラータイマーもちょっとね、エまあ、メラルドグリーンみたそういな。に変わりました。ちょっとおしゃれなのか？なのかもしれん。まあ、66年のウルトラマンに比べたら多少の、おしゃね、れ。おしゃれなのかもしれない。で、必殺技もある。必殺技もありまで、CG とか対応してたっつったじゃん。やっぱなんかこのね、CG といえば俺の中で爆発なのよ。す。ああ、爆発めっちゃします。いろいろ、この作品。じゃあなんかもう必殺技の名前もさ、ボンバーみたいな。もっとシンプルにあ、もっ行こう。とし、シンプル。ボム。もうめちゃくちゃシンプル。ビッグパワーボム。あくまで、パワードなんで。パパワーワード。ド。パワード。ウルトラマンパワード。あ、だから。だから、ウルトラマンにプラスみたいな。ウルトラマンプラスみたいな感じ。あ、じゃあ、原点に戻って、スペシウム光線をスペシウムボンバーにするみたいな。なるほど。なるほど。スペシウムの前に、ちょっとパワーアップさせるような用語を足してみあ、て。例えば、ネオスペシウム光線、メガスペシウム光はい、線。正解。お、メガスペたシウいっムた。光線です。初めて正解した。そう、こちらなんですよ。なるほど。やっぱ通常のからパワード。そう。目がね。で、やっぱ90年代だから、ちょっとまあネーミングセンスも そこままであまかっこよあまあまあ。くはないネオもどうかと思うけどね。やったやった。初めて正解したメガぜ。スペシウム光線なんです。僕が個人的にすごく好きな作品の一おお、つです。どうぞどうぞどうぞ。ウルトラマンネクサス。ネクサス。ネクサスで、この作品はですね、コスモスの直後に、次の放送年。された、そうそう、次の世もう次代。のクールに、本当コスモスが終わってすぐネクサスが始まった感なじるほなど、んなでるすけほど。ど、もうだから2000、コスモスが結局65話で1年半ぐらい続いたのかな？だから一応ネクサスは2004年開始とのこなとるでほす。ど。で、コスモスと打って変わって、コスモスは慈愛の勇者とかそういうね、怪獣を殺さない主義とかだったと思うんですけど、ネクサスはその真逆です。基本的にもう怪獣、まあ、敵はもう全員もうぶち殺します。で、ストーリーはものすごくダークです。かなりハードボイルドです。で、まあ私実は去年見直したんですけど、そうだね、大人になってからの方が楽しめる作品です。子供じゃ絶対に楽しめない。なんか戦隊ものとかさ、そういうのあるよね。そう、これはね、どん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 深読みしちゃう作品なんで、これはちょっと、まあ、出てくる世代を間違えたのかなって。あと時間帯普通そうにだかもし朝にれやってたんですよ。朝にやってなたんですけど、普通に死人とか出るんで、あとい。主人公の、彼女が
狂っちゃうシーンがあるんですけど、うん、それも普通に日曜の朝やってたんで、ちょっとそれも問題ですね。ああ、でも当時はあれかもしれないけど、今ってちょっとそういう流れあるよね。そうだね、ちょっとダークな感じがかっこいい。そう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 、ダークヒーローとかもさ全然いると思うし、完全懲悪が今流行ってますからね。ああ。なんかプリキュアとかでもね、プリキュアが狂い出すとか、なんか体乗っ取られるみたいな、そうあるからさ、なんかそういうシーンが結構本当にあるし、まあなかなかグロいシーンとかもあるんですよ。いやでもなんかその辺の時代って案外そういう作品多くて、で後から評価されてるよね。ああそうなんですよね。そう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 、まあ、マザー3とかもその時代に出たし、ね、エヴァとかもねちょっと、そう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 、ダークだしアニメにしちゃねみたいな、多分当時の、ね、当時の概念をね、当時の概念をぶっ壊したと思うし、でなんとこの主人公が、うん、実は最終話までネクサスに変身できないんですよ。ほう、そうなんです。じゃあ誰が変身するの？まあ、これも、まあ、何人か変身 し続けるっていう感じなんですけど、これもいろいろとまた個人で見ていただければなと思います。見た目もなんかちょっとねダークな感じなのかな。見た目も、はい。あ、じゃあいつもはなんか銀と赤みたいな感じだったけど、その銀がすごいなんかくすんでるみたいな。おお、すごいいい線いってる。黒いみたいな。はいはいはい。赤もなんかちょっとね、なんか返り血浴びてなんかちょっとね、乾くとちょっと黒っぽくなるじゃん。いやでもね、それ結構当たってるんですよ。マジで？見てみますか。はいはいはい。こんな感じです。あ、腕からトゲ生えてる。トゲ生えてる。でここカラータイマーがないんですよ。カラータイマー、あ、じゃあずっと行動できんの？ってわけでもない。ああ、別のシステムがそうあるんだね。ああ、なるほど。なんかグレーが基調となってる感じ全体で。彼にも第2形態、第3形態、第4形態ってあります。なるほどね。第2形態になると赤くなって、まあこれにまあ本当赤みをバーって増やした感じでカラータイマーつくの。第3形態が、その赤が全部青くなる。でなる、第4形態っていうのは、まあ、神に近い、もう神のような存在になるんですよ。その名も、ね、もう名前も変わっちゃう。ウルトラマンノアって名前になって、ノアもう箱舟。そうそうそう。で背中からももう羽みたいなものが生えてて、その写真もちょっと見したいな。あればお願いします。ウルトラマンノア、なんかもうねえ、怪人を倒すみたいな感じが行き過ぎてしまって、俺が裁くみたいな感じになっちゃったのかなこれです、ウルトラマンノア。腹筋バキバキやんけノア、あ、本当だ、羽生えてる。羽生えてます。思った感じの羽じゃないけどね。そう、ちゃんとウルトラマンって感じの羽だね。一応ね、もう見た目だけだったら怪人に近いよねあ、もうって思っちゃう。怪人倒しすぎて怪人になっちゃうんだいや全然そういうわけじゃないんですけど。あ、そういうわけじゃない。そう、でもなんか魔法少女ものでさ、怪人倒しすぎてお前が魔女だみたいなのあるよね。窓まぎがな窓まぎみたいなのあるよねじゃあ必殺技も多分携帯ごとにあるだろうから。ありますね。でも一番スタンダードのスタンダードのネクサスが、ウルトラマンネクサスアンファンスって言うんですけど、アンファンス、アンファンスの、必殺技を。じゃあアンってあれだよね、1だよね、フランス語で。わからない。わかんないかアンドゥルトロワでアンだ。ああそうなんだ。そう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 。じゃあ怪人を徹底的に倒すっていうのは多分なんかあるんでしょうよ、バックストーリーみたいなのか、怪人を憎む理由みたいな。 あります。家族殺されたとか。あります、そういうの。おお、なんか妹人質に取られたとか。あ、近しい近しい。だからなんかなんかクイーンアンズリベンジ的な名前だったらかっこいいなとちょっと思っててまるまるリベンジみたいな。あ、必殺技だったら面白いなと思ってて。なるほど。こちらも一応全てカタカナで、うんうんうん、またコスモス同様、多分出てこない、これは。出てこない。出てこない。出てこないけど、光線って言葉はつかない。光線つかない。ビーム。ビームもつかない。ビームもつかない。あ、光線っていう言葉自体つかない。言葉がつかないです。結構長くて、これは、まあ、長い。出ない。絶対に出ない。長い。で、構え方は一応初代ウルトラマンのスペシウム光線と同じ構え方です。じゃあスペシウムってつくのかな。
ブラック、ああ、もう一言目からダメだ。ダーク、そこまでじゃない。ああ、そこまでじゃない。中二病的な感じではない。あの、アンチヒーローではないか。アンチヒーローではない。一応ヒーローでは。一応ヒーローではある。作品がダークなだけ。作品がダークなだけ。なるほどね。うん、確かに、そうだね。与えられた情報だけだとこういう推理になっちゃうけど、うん、なるほど。じゃあ、ちゃんとした攻撃なんだね。スペシウムジャッジメント。ははすごいね。確かにそれは神に近そうだな。神に近そう。正解を教えてください。はい、クロスレイシュトロームです。クロスレイシュトローム。はい。なんか、まあ、確かにクロスはさせます。クロスする。レイ光線。シュトロームがちょっとわからない。なんかあのサバの缶詰でシュールストレミング、ね。シュールストレミングね。あの世界一臭いやつでしょ。この光線は臭そうではないな、ね、どちらかというと甘酸っぱい色してる、ね、味がしそうな色してるよね。クロスレイシュトローム、で、まあ、第二形態のジュネス、ジュネス全身赤くしたジュネスは、はい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 、なんだっけ、オーバーレイシュトローム、オーバーレイシュトローム、オーバーレイシュトローム、まあ、クロスとオーバーレイってちょっとね、オーバーレイシュトロームで類似語ではある、ね、第三形態のジュネスブルーが、あれですね。アローレイシュトローム。アローレイシュトローム。もう弓矢みたいな。もう矢を打つ感じで。めっちゃかっこいいじゃん。打つんですよ。そうなんです。へぇー。じゃあ、アルちゃん、ちょっと、ラストにふさわしい。ラスト。じゃあもう、そもそもあの、ウルトラマンって名前がつかないウルトラマンとかってどうですか？何それ？そんなんいるんですよ。マジで？ウルトラマンなのに、ウルトラマン何々とかじゃないんだ。ではないんです。はいはいはい、その名もゾフィーです。どっかで聞いたことある。ゾフィー、太郎の息子とか孫とかなんかそういう設定だっけ？違うか。一応このゾフィーはウルトラ兄弟のまあ中の一人です。一応あの長男って設定です。長男。長男です。聞いたことあるな。これ何年の作品？ゾフィーが出てくるのは初代ウルトラマンなんです。66の最終回にちょっと出てくる。最終回にちょっと出てくる。そう、最終回っていうのがあのウルトラマンが Z にやられちゃう。ああ、はい、やられちゃった後に出てきます。敵撃ったりするの？敵撃つってよりウルトラマンを保護する。おお。でまあ これで初めて登場するんですけど、その後まあ定期的に他の作品に出てきます。ああ、もうウルトラユニバースの共通人物みたいな。そうそうそう。でまあ彼が一応その、まあ、ウルトラ兄弟の長男であり、宇宙警備隊の隊長でもあります。一応あん中だと、うん、まあ1、2を争う強さなんじゃないかなって。なるほど。思ってます。必殺技とかあるの？必殺技あります。でまあものすごいヒントにはなる。まあ、やっぱね、最後の問題で、なんで、ここは、個人的にも正解してほしいんですけど。頑張るわ、頑張るわ。まあ、ゾフィーに関わらず、ウルトラ兄弟の出身地が、M78 星雲、光の国。うん、さっき習いましたね。なんですよ。うん。で、まあ、その、ゾフィーの必殺技が、まあ、そっから名前を取ってるんですよ。M78 星雲。この M が何か必殺技に絡んでくるのが M78。 これを少しちょっとももじってみる。もじってみる。もじってみる、うん、ちょっとね、いろいろ組み替えてみて組み替える。組み替える。 M スペシウム攻撃78号みたいな確かにあの昭和っぽい名前だね、それは。そうか、巨人の星的な。巨人大リーグボール2号みたいな78号とかではない。あ、でもあの数字は入ってます。数字78は入ってる。で光線が最後につく。光線 M78 組み替えるだから 78M スペシウム光線。スペシウムは入らない。スペシウムは一旦置いときましょう。スーパー光線、ウルトラ光線、あの出身地に関わる名前です。プラネット光線。いや M78 星雲ですよ。 M78 星雲〇〇光線。
星雲はつかないかな。あ、M78 〇〇光線。〇〇もいらないかな。M78 光線。正解は M87 光線です。え？そうなんですよ。なんで、そこ。M78 星雲、光の国出身なんだけど、必殺技 M87 光線。え、何これ五色ダイモンの五色はい、っていう感じで。なんでかは知られてないの？いや、そうですね。一切触れられてないの？まあ、多分、昭和に適当に考えられた名前なんで。作品名でさ、なんか、M87 光線って言って光線打って、ちょ、お前78出身やないのみたいなツッコミないの？作品内のキャラクターからも。ね、彼らは、まあ、そういうノリツッコミをしないタイプなんで。ちょ、おいとか言わないんだ。マジか。お笑い好きではないんだ。お笑い好きではない。だから真面目なヒーローたち。真面目なヒーローたちなんだ。真面目に誤植を思いっきり叫んでんだ。へぇ。ちなみに見た目見せてよ。見た目こちらです。ああ。初代ウルトラマンと。似てるけど。ちょっと線が多いのと、あと、そうだね。これがあの、スターマークって言って、このウルトラ宇宙警備隊の隊長だっていう証としてこれがついてます。森ゆいとみたいな。首の周りジャラジャラみたいな。ねえ。まあ最後めちゃくちゃヒントもらってやってたけど。なるほど、ウルトラマンでつかない。これは唯一？あ、他にも、他にもいるんですよ。あの、いるんだ。ただそうですね、自分の作品を持ってるウルトラマンは基本的にウルトラマンなんちゃらがつきます。はいはい、メインの人はつきます。でもサブウルトラマンとかはウルトラマンがつかない。なるほど。例えばですけど、ウルトラマンレオに出てくる、兄弟のアストラ。おお、アストラっていう、あの、その宇宙人の捕虜にされてて。おお、そうなんですよ。結構いろいろそこもかわいそうなんですけど、まあウルトラマンって名前がつかない。あとウルトラマン80っていうウルトラ、1980年に、放送された作品に出てくるユリアンっていう、レトリーバー。そっから来てんのかなって最初思ったけど、どうなんですかね。いや、ユリアンリトリーバーはあのあれでしょ、あの本名がユリちゃんって名前だ。あ、そうなんだ。そう、へえ。で、これはユリアン。これがユリアン、ウルトラの星の王女ユリアンです。カラータイマーついてません。ちょっとなんか模様が際どい感じ。王女なんだね。王女。なるほどなるほど。いや、他にもね、今回の動画には出てこなかった子めちゃくちゃいると思うんで、また機会が、この動画がね、みんながいっぱい再生してくれたら第2弾やります。ねえ。お願いします。ということで、まあ本日の僕の感想なんだけど、なんかあの、ぼやっとした知識いろいろあったけどね、なんか、必殺技の名前と、俺のセンスが、なんか、ここまで合致しねえんだっていうぐらい離れてた。いやでも難しいよ、それは。月とすっぽんでした。いや、だってね、私もこの写真を見てこのアニメ作品を答えよみたいなさ、うん、と言われても絶対答えらんないもん。そうかそうか。それを、まあそういう感じだよ。だから全然大丈夫だと思う。まあ、ちょっと今回もトンチンカンなことたくさん言ったと思いますが、あるちゃんのおかげでね、正しい知識を得ることができましたね。もしね、本当にあれだったら、あの、皆さんも一度、この辺の作品に触れてみてはいかがでしょうか。でしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンを、そしてこういう動画がもっと見たいぜという方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日 R ちゃんありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、良いウルトラマンライフを。さよなら。さよなら。シュワチシュワチ。風を切って大地消えて君の中に光灯もす